Please select your character. ワンピーガーダーインアラクネ、ツーピーガーナナクネアラクネ。アラクネ。アラクネ。どうぞオートでいいで決めてください。はい、いいですよ。色的にはノーマルカラーが、七クネアラクネ、色違うのがダインアラクネ。大爆全く同じ同士、いいですね。同キャラならでは。さあゲージをコツコツ貯めていこうか。さあやりたいことは相手も同じ。まずはダーインアラクネが画面端に押し返すって感じ。ゲージは約半分といったところ。ここでバスト。さあオーバードイ割り込んで、さあここは潰していく。さあゲージが増えて、さあここでスタート。さあゲージなくなってしのぎ切った。さあパナシタがこれは潰れて、あんな風に投げるとどっちが投げたかよくわからない。さあ楽園返して、さあまずは七クネアラクネが勝利。さあ1本目はパナシをしっかりととがめた七クネ側が取ったが、さあふわ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 と、さあくなげ受け身を買っていく。さあ今回はダーイン側のゲージが早くも満タンになりそう。さあカウンターしてここはバスト。さあ先に仕掛けたのは七クネアラクネ。さあダーインしのげるか、しのぎ切った。これぐらいならまだなんとかなる。さあダーイン側をなんとか刻印していきたいところ。さあくなげして、さあ楽印拾って、さあ取り返す。もう刻印つけたらもうダメージ通るようなもんなんでね、そこまでどうやってしのぐのか。さあ強引に投げていく。さあ空対空あたりの技の先出しが結構なセンスを見せるところ。さあ上からかぶせる、お互い下は取られたくない。違う、上を取られたくないんだ。さあ暴れた。さあダーイン側が楽インゲージがもうちょい。さあつけて、まあこんだけあれば大丈夫でした。さあ切り返してなんとか取り返した。ダーインアラクネ勝利。はい、続きまして五分白面なで白面。この次の試合はリンさんとザラブ星人さんになります。じゃんけんぽい。ワンピー、ツーピー、ツーピーで、はい。さあ、ワンピー側さんは五分白面、ツーピー側なで白面。さあ、不毛な戦いを始めましょう。
character. さあ、どっちが気持ちよくなるか。さあ、1P 側、金髪白面がゴブ白面。2P 側、白髪なで白面。さあ、開幕オーバードライブ。ゲージを回収して。さあ、下段が刺さって。A、B、C と。さあ、中段にコパンで割り込んで。さあ、空投げ、甘えてんじゃねえよ、と。さあ、かぶせてったなで白面。さあ、大技な二人だが結構単発でコツコツやってる。さあ、投げは抜けて。さあ、しっかり拾い直して、中玉ガード、最後は三振。まずはなで白面。さあ、またしてもお互い同じような動き。さあ、不意にかます三振。さあ、空中でカウンター。さあ、気持ちよくなった方が勝てるぞこの戦いは。さあ、またしてもキックカウンターして。さあ、折り際当たって画面端から少しずつラインを上げていきたいところが、ポパン刻んでく移動起き上がり通して、さあ、手台拾って、さあ、手火でした。オーバードライブして離してく。さあ、無理に攻めない。さあ、しっかり取り切る。さあ、ゴブ白面側が開幕オーバードライブ。さあ、なで白面がさっきね、バースト使ってたんで、まあ、そういう判断でしょう。さあ、カウンターが続く。さあ、中段持ち上げて、さあ、今拾い直してる。さあ、空投げ、こうやり直し返す。さあ、投げは抜けて、最後は牽制、五分白面勝利。さあ、続きまして、リン・ラグナー、ザラム星人バルケンハイン。リンさん、はい、ザラブ星人さん、はい、じゃんけんぽい。スピーでいいですか。はい、じゃあ 1P 側リンラグナ、スピー側ザラブ星人バルケンハイン。はい、この次はゴメンさんとセレナードさんになるんでお願いします。Select your character. Valkenhayn R. Helsing. Ragna the Blood Edge. One Piece 側リン・ラグナー、2P側ザラブ星人バルケンハイン。さあ、バルケンハインといえば崩しの方向、崩しの総合勝者。さあ、対空から触っていく、画面端を触ってここで受け身。さあ、空投げ通して、ここはバスト。
さあ、こうまたしても受け身を取って、さあラグナを結構警戒してる動き。さあ勝利暴れてく。さあ相打ちかな今のは。さあ投げ通して、さあ拾い直す。さあコンボを食らってる最中でも気が抜けないこのゲーム。さあ勝利が当たる。さあバルケアイ側のターンが来るかな。さあなんとか足の先端かわして最後はジャンプ。まだ終わりじゃねえぞ。さあ丁寧に立ち回ってるからなんとか差し返していきたいところで、さうまいこといかない感じ。さあまずはリンラグナが1本。さあどっかで強気の崩しを通していきたい。投げ取って、さあ奥攻め。さあ投げでした。ここはバスト。さあライグ半分以上のリード。さあバルケハインが触って、さあ空投げ置いてある。拾い直して、さあバーストで画面端を押し返して、さあ取ったがここはバースト相打ち。さあコツコツダメージを取っていきたいバルケンハインだが、そこの差し込みがちょっと意識しすぎ、怖いかな。さあ投げは抜けて、さあ変な風にめくったが相打ちが多い。さあここで差し込まれてしまった。リンラグナ勝利。はい、続きましてごめんさん、セレナードさん、セレナードさん、通してあげてください。それで俺が恨まれなきゃいけねえんだよ。じゃあじゃんけんお願いします。最初はグーじゃんけんぽい、ワンピーで、はい、じゃあワンピーがセレナードさん、ツーピーがごめんさん。これ終わったら、ゆきしろともみさんとまつりさんになりますんで、お願いします。さあ、本日の最高段位、ごめんさん。Please select your character. さあ、セレナードアーマネ。さあ、ワンピがセレナードアーマネ、ツピがごめんラグナ。さあ、ふわっとしたアマネからまずは先制をしていく。さあ、ドリルと、さあふわふわ手枝で差し込んでいく。さあ触られた瞬間にすぐバースト、徹底した遠距離戦。さああっという間にデンジャー。さあ1本目は思惑通りに進んだ展開、バーストがない2本目。さあゴリゴリ削っていく。さあ下段からラグナが去って投げていく。さああっという間にライフは逆転。さあこのまま端から逃がさないのか。さあアマネがなんとか抜けて、さあドリルを当てていく。さあここでガキャン、さあ移動狩りを買って、
甘えた受け身は許さないと。しっかり取り返すラグナー。さあ3本目、さあドリルでガードゲージをゴリゴリ削る。さあ早くもバースト使って、さあラグナーを落としては触ってしまえばなんとかゴリゴリ削る、ゴリゴリ削る。さあワンマシャがワンマシャラピットして、さあ下段が差し込んだ。さあ逃がしたくないぞ。さあ距離を取った。さあワンモアワンモアと、さああと1回近づければ見えるぞ。さあここでミスってしまった。ベレナードアマネ勝利。さあ敗者さんもびっくりの削り能力。